どうもすみません。阪急排出走場1頭ずつについて簡単に喋っていきます。ここも定調なメンバーで次の高松の宮記念を考えるというよりかはここを狙っていった方がいいかなというような感じではありますね。で馬場についてはやっぱり馬場がいいんですよね。ですから基本前残りが多くて、あの2 0 0 0メートルぐらいだったら入れ替わりの激しいちょっと差しが効いたようなレースちょくちょくあったんですけれども、ただ、 1400m のワンペース気味の競馬になってきますので短い距離でワンペースになりますのでそう考えたら基本的にはある程度前の馬が流れに乗った場合だと先行馬有利になる可能性が高いと思いますし後ろから追い込む馬が1頭2頭来るかもしれないんですがその辺に関してはある程度展開がはまってくれないとというような感じにはなると思いますね。それではは右の方から1頭ずついきまますすトラベスーラトララララベベスス長期休養明けになりますねまあでもの気配は いいので前走すごく迫力のある仕上がりで追い込んできてっていうような、まあ、あの本格化したっていうような感じがありましたのでそこから大きく落ちたっていうような感じはないと思いますただやっぱり馬場的にこういう追い込み馬に向くかどうかということあとはこの馬自体ちょっと久しぶりのレースということで、まあ、そんなには条件的には揃ってないかなっていうふうに思いますので期待はしてるんですけれども抑えぐらいですね。 グル,ービットグルービットはあのー、このまあ吸射、まあ、力があんまりないのでもうちょっと良くなりそうな時あったんですけれどもちょっとなんかメリハリの効いた競馬ができなくなってきてますしずぶさとかずるさとか気難しいところもあるなっていうような印象で当てにならないですねまあ、ただ内枠引きましたし相手も強くはないので、まあ、この辺までは圏内かなというふうに思いますね。リレーシションシップ リレーションシップはちょっと気性が悪くてですね動きがバタバタしちゃうようなところがあって、まあ、流れに乗った時には力を出す時はあるんですけれどもあんまり競馬が上手じゃない当てにならないっていうような印象がありますねザイツインガーザイツインガーはまあちょっとバネとかキレが足りないタイプでパワータイプかなというような感じなんですけれどもまあやっぱりいい頃と比べて少し筋肉の質が落ちたりなんかはしてますし。 どううかなとは思うんですがただ相手が強くないのでこのまなりに流れに乗ってしぶとさを生かせればそこそこの競馬する可能性はなくはないと思うんですがちょっと狙うほどでもないですね。エエイイテティィルガールは前走10勝,勝ったんですすがあまり調子良くなかったんですよねで今回も前走同様あんまり調子はよくなくてよくて並ぶ前後ぐらいの出来かなというようなところででも前走あまり出来が良くない中でも秋山騎士が上手がうまく乗って。 展開的にもハマってっていうような感じのこの馬の追い込みがはまってましたので、まあ、今回も相手は強くはないので他の馬たちが自滅しまくれば通用する範疇かなとは思うんですがただ本来ならば右回りのこの条件とかだと結構強い馬で切れる足使えるんですがその足がないということを考えると少しギャンブル性は感じますねリンゴアメリンゴアメはそうですね一時期 華奢なイメージがあって、気象的にも気持ちが切れやすかったんですが、最近は少しマシにはなってきましたね。で、相手関係が楽なので、まあ、国分優作機種結構 ol ジョッキーではありますので、いいところで粘り込む可能性はなくはない。範疇かなという風に思いますね。ごまかしが効く、馬場ではあると思いますね。ビーネルビジネルもちょっとワンペース気味の馬で瞬発力とかあんまり競馬が上手な印象はないんですが。ただスピード競馬でいいポジションを取った場合だと。 それなりにいい競馬することが多いタイプでもありますし、まあ、出来がすごくいいとは思わないんですが、まあ、ただ相手も強くないのでいいポジションからゆりゆに競馬進められれば可能性あると思いますね。サンライズ・オネストサンライズ・オネストはですね、まあ、ちょっとコーナーリングなんかで両足が揃ったりなんかして、まあ、不器用なところ直線の入り口なんかで不器用なところある印象はあるんですけれどもただ中山で勝った時なんかは外の馬が後ろからワッといって。 もう完全に踏み遅れて立て直しっていうような形で普通競馬的にはかなり苦しかったんですがただあそこから脚力でぐいぐい伸びてでたき合いになるとぐいっと勝負根性もあるっていうこの辺なんかはこの馬の良さですねまあそんなに器用な印象はないんですが足さえ溜まって叩き合いに持ち込めればこれぐらいの力があるあとはスッと先行するスピードなんかもありますので。 その辺いいポジションから有利に競馬進められればとか騎手なら面白いんじゃないかなというふうに思いますね体制ビジョン。体制ビジョンは右回り得意としてますので、まあ、専用までなら条件的にいいんですけれどもただ、あのー、一番いい頃ほどのキレはないかなというふうに思いますので、まあ、前走よりかは良くなっている分期待したいかなというような程度ではありますね。まああのーまあ あんまり馬群の中から打ちついたりとか器用に抜け出すっていうよりかは外に出した方がいいっていうようなタイプなのでジリジリ加速するタイプなのでその形でハマるのかちょっと前残りが多い場合は少し気になるかなと思いますね、まあ、でもスピードもパワーもありますのでバランスのいい馬ですねダイアトニックダイアトニックはあのーまあ、やっぱり一番いい頃はもっとシュッとしてキレのある動きができてて馬体的にもシュッとしてたかなというような感じなのでちょっと コロンとした感じはあるんですが、ただ一時期よりかは状態上がってきてますし、いいポジションからこのままの競馬ができればそれなりの競馬できるんですが、なんかそうですね、客室が定まってないようにこういう競馬をすればっていうような感じ、なんか出たなりの競馬をするような印象なので、その辺がちょっと心配ではありますね。ミッキーブリランテ、ミッキーブリランテはもう今客力が落ちて調子を落としてますね。調子のいい時に和田隆二騎手が 結果を残せず渡り有利旗の犠牲になったような感じにもありますねグレイン・グリーングレイン・グリーンはそれなりの成績は収めてるんですけれどもちょっと少しこの辺に入ると固く映る馬体ではあるんですよねですからスピード競馬になりすぎたり瞬発力勝負になりすぎたらどうかなですしまあ,あの有利なポジションから流れに乗ってスッと競馬ができれば 競馬に行けばある程度走るのでいいんですけれどもポジションが悪くなったりとかロスがあったりなんかした時には少し心配かなというような感じがありますね。モントライゼ。モントライゼはまあ、この馬は右回りの12004ぐらいまでだったら相当強い馬になると思ってたんですがちょっと急車力がなくて気難しいところが出ちゃってまあ、気難しい馬が急車ですしちょっと動きがですねちょっとバネが落ちてキレがなくなってきたんですよね。 ですからスピード的にはスピードに乗ってるような感じはあるんですがバネ,とバネとキレみたいなものがちょっと足りなくなってきているので、まあ、この今のいい馬場なんでなだれ込みみたいな感じとか一気にそのまま押し切るみたいな競馬ができる可能性もあるんで怖さはあるんですけれどもただなんかあんまり印象のいい動きにはなってないですね。ガウディもちょっっとと力ががなななくてて、て難しいい。ころあ当ら 後ろの左右の足が揃ったりなんかして、まあ、そういったような変な動きもしちゃう時もありますし左回りの12004ぐらいがベストだったんですがその条件でもちょっとなかなか結果が出ないくなってきてて不安定なんですがただ休み明けですので牧場で仕上げた方がやっぱ吸車力があんまり響かない部分もあって比較的気配はいいかなと思いますんで。 まあ出来としては6部か7部程度なんですけれども、まあ、福永騎手がいいポジションから競馬すればもともと自力はある馬なんでそれなりの競馬する可能性はなくはないんですがちょっと当てにならないですね。以上で失礼します。